僕もあの三期生です。卒業できるのは本当にでもご縁があって皆さん本当に感謝します。実は今回の一期生から参加してもらっている方は分かると思うんですけど。実は今回のプログラムは全然違ったね、1回目、2回目と。なんで違ったかっていうと、僕はこの富田林のここに集まった人たちの輪を作りたかったね。だから気がついたと思ってグループワークって初めてだったんですよ。それを今回一緒にやりたかったね。共に地域と共に皆さんと共にこの地元から大阪から元気を発信できるような仲間になれたらなと思って今回の企画したんですね。でまたこれがね、これがまた皆さん、僕らが頑張ることによって地域が盛り上がるし、僕らも最終的にはハッピーにならないから、こう利益と理想を合致しないといけないんです、僕らは。商売人ですから、利益と理想ですから、それを合致するんです、そして僕らは幸せになっていくということを続けていきたいなと思います。どうもありがとうございました。こんばんは。私、藤井寺から。寺川先生とは、こだわりからちょっと違ってましたけども、流れ検査事業をしておりまして、映像を今まで、シャンプーなかったんですけど、仕事の、アンジュみたいに、まあ、次、うち来てくれ、うち来てくれ、そういうと、営業なしで、流れ受けてました。ある日、ほとんど公共工事とかしてるんで、1人で公共工事100メートルやるんで、これから民間の仕事とかがダメなんです。営業なら商業とか、今の時代でどうやってするんだろうっていろいろ調べまして、やはり、教えるところがあるので、まあ、そういう感じで教えてもらっ
ユースケ苦いです。俺に聞いてます。
ここにはあの経営者の方いっぱいいてはると思うんで、あの宴会とかの接待にはぜひ。そこ。よろしくお願いします。そこ。だから過保護すぎるって言ってるやん。いつも過保護で怒られてるんですけど、で、あの私ちょっとこの前のお話の時に、本人物を持てって中田さんが言ってはって、で、その時ハンデは、もう私もこれで世界ちょっと取ったわとか言ってたんですけど、考えてることがあって、それはあの、まあ、自分が死んだ時に思って、可愛い子供をね、もう死んだ時に連れて行きたいんですよ。でも、連れて行けないですよ。でそのそっくりな人形をね、あのおばあちゃんのここにみんな人形抱いてはるんですよ、旅館の地方店とかに。それをオリジナルで作るっていう目標があります。で、それはあのオーダーメイドとかで、まあ、あのものすごくお金も取れると思うし、それをちょっと使って世界唯一っていうのをして、通販にしてやっていくぞという目標があります。絶対やります。どっかで行けたら無理やけど。